ことぶき山公所27年は、新末の官軍制発揮出身の軍人。字は、マユボン。本生は、縁氏で、本願は、国流交渉の愛軍。日清戦争、義和団の乱で軍を率いて戦った。民末の兵部省所の縁数官の八世の孫で、父は海民放棄などで活躍し、吉林将軍まで昇進したで、弟に長山、子に、 慶恩がいる。この父の地位によって、院外老となり、世襲により、といを兼ね、後に老中にとなった。高所20年、日清戦争が勃発。日本軍が方天を攻撃するにあたり、ことぶき山は、弟の長山と共に従軍を志願し、二大統領となった。騎馬隊を率いて戦い、草川峰を回復し、連山石を落城させ、 宝王城に肉白するなどの活躍を見せたものの、敵の援軍に敗れ、長山は沈没し、ことぶき山も重傷を負った。ただし関東を理由に、鎮辺軍馬隊長を兼ねる。その後再び、日本軍と戦い負傷し、再び関東により、地府となる。高所23年には、鎮辺軍左路頭領となり、国流工場に駐留した。高所25年、 海夫婦の地府のポストが空白となったために、転任することとなったが、任命される前に、満州の国境防衛問題が重大局面となり、懲戒して、国流幸福と党となった。同年春、首都北京に入り、越見を賜った。返境の情勢について、家門に詳しく答え、将軍の温卓を助けて、軍を治めるよう命じられた。また、上書して、 軍備と返京の専門スタッフの増強を求めた。自ら上海に行って、兵器を購入し、日本の長崎、ウラジオス・トクハバロフスクとカイロを経由して帰着した。以上のような対策を講じて、軍隊の近代化を図るが、このさなかに温択が病死。長命で、彼に代わって、諸国旅行将軍となった。翌高所26年夏、三島省で勃発した。 ワダ団の乱が満州にも及んだ。ロシアは、東西鉄道の保護を目的に、自軍の中兵を要求したが、ことぶき山はこれを拒み、戦闘となった。三世英、フルンボイルなどで破れ、多くの将兵が討ち死にし、ロシア軍は、国流交渉のショートであった父春に迫った。この時、 すでに北京は8カ国連合軍によって陥落し、事実上講和となっていたこともあり、ことぶき山は幕下の帝営特前をロシア軍の元に赴むかせて交渉に当たらせるとともに、自らは戦闘に敗れた責任を取って自殺した。この際、国流交渉の農業開発を重視するように上昇、認め、ロシア軍の将軍に住民を殺害しないよう求める手紙を送った。 その後遺憾を整えて漢を家に付し、金を飲んだ。それだけでは死ねなかったため、過量にピストルを三発撃たせたという。この罪によって、官職を奪われるが、後に、東三省総督、女性省の取りなしで、木戸井と木城の世襲職は回復され、父の祠に祀られた。なお、琴吹山の妻が、モンゴル民族のドレベとバタの、 シャザックの娘であったため、この慶応は、ことぶき山の遺体と共に身を寄せ、高所34年に、母が病没した際、両親を同地に埋葬した。現在のドルボドモンゴル族自治県一心堂小林か、村北4キロにある、小さな砂山がこれにあたる。また、民国十七年、時の国流交渉高所によって、ことぶき山を祀った祠ことぶきが、 父春の鑑定病の隣に建てられた。ありがとうございます。